そもそも右に飛ぶ握り方してます。そうすると、まあ、マジでボールは右飛びます。あのね、勝手悪いがいいの。あ、音が変わった。めちゃくちゃ気持ちいいです、ね、はい、全然違う、感覚も違うです。力が入れれないグリップにした。おお、いい音。ではゾノ君、はい、今スイング見させてもらったのね。はい、ジョダン抜きに、まあ、すごくこうボディの体の使い方、はい、上手なんですよ、はい、だからね、あんまりこうそういう時にスイングを触ったりするのは危険なので、はい、まあ、僕が さっき話してたように、最初のセットアップのボールのポジションやグリップ、はい、そういったものをちょっとちゃんと見直して、どういうボールが出るのかっていうのをちょっとやっていきましょう、はい、ではね、こうやって今スティック置きました、はい、これ2個目の旗ね、ゾノ君が狙ってる旗にこれ今合わせました。でこれ黄色が足されたんだけど、はい、これがボールのポジション、うん、で基本いつも練習するときに、まあ、こういうスティックがあったらスティックを置いてください、はい、でない場合は使わないクラブをこういうふうに置けばいいです、うん、ちゃんと離してこうやって置きます。でここからボールポジションなんだけど、左の足のかかとの内側からここにこうやってクラブを置いてみてください。こうやって、はい、実際にちょっとここに立ちましょう。左のクラブを置いて、広いよね、そう。そして右足を肩幅ぐらいに広げて、でもうちょっと狭めていいかな、こっち、うん、そしてセットしてみてください。これが本来7番のボールポジションの、いつもより多分左でしょ。ですね、多分。でね、この足をさ、ここまで広げてみて、相当もっと左に来たでしょ。ですです、来ました来ました。ってことは、この足、右足のコントロールでボールをいかようにも体の真ん中に持ってこれるって話なんですよ、はい、だから打ち切れるところまで狭めてあげると、あ、それちょっと狭すぎるかもしれないけど、うん、多分それぐらいが7番ぐらいのスタンスの幅だと思います。肩幅っていう、まあ、ゾノ君体が大きいからちょっとスタンスは広くなるとは思うんだけど、はい、うん、まあ、僕が言いたかったのはもうここをね、どのクラブもここで、どのクラブも、はい、ああ、で右足だけが広がっていく、長いクラブになれば、ああ、短いクラブになればそれよりも狭まっていく、はい、っていうのがまず1点、うん、それとちょっと気になったのはやっぱグリップね。はい、グリップですよね。はい、ちょっといつものグリップ握ってください。で下に落として、そうね、まず右手外しましょう。このグリップだと、あ、ゾノ君スクエアってさっき僕説明したけどウィークなんだね。ウィークっていうのはこれもうそもそも右に飛ぶ握り方してます。右に飛ぶんですか、はい。じゃあどうするかって言ったら、今のとどう違うかを感じ取るだけでいいです、はい、ここに当てて握って、こんな感じです。こんな感じ。このセリクソンが真ん中なのね、はい、に対して親指がどこに来てるかっていうのをちょっと覚えておいてほしい。ちょっと見るとこっち側に、それと目の前にこうやって持ってきて、そのままの時に握り拳 1,2,3,4 つあるんだけど、必ず2ナックル見えること、ここですね、うん、あのこう覗いたらダメだよ、はい、うん、覗かないでまっすぐで、はい、2ナックル見える。見えます今、はい、これがニュートラルなスクエアグリップ、まず覚えてください、はい、で今度は右手なんだけど、ちょっと右手僕が当てますもん、はい、自分で。こうです。きちんとこの親指が右の手のひらでこう隠されること、はい、そしてこの親指はゾノ君多分さっきはこうだったんですよ、うん、真上か、真ん中をこう押さえてる、うん、じゃなくて左から軽く添えてるだけ。そう、いいよ、これでいい。で結構こうこっち側に詰めてあげるっていうね。もっとね、ここでいいや、こっちで握りたがってるのね、はい、ゾノ君こっちで、はい、指側で握って、そう、 OK、 でそうです、そうです、大丈夫、それでいいです、はい、こんな感じ。全然違うと思う、握り方自体はね。なんならちょっと勝手悪いぐらいです今やっぱり。そう、
あのね、勝手悪いがいいの。要するにゴルフのグリップの基本っていうのは右手をいかに殺せるか、使いづらくするかっていうグリップが正しい、はい、まあ、正しいっていうのもあの基本的なグリップになってきます、うん、で今日はね、まあ、ちょっとこうハードル高いっていうか、あまりこうハードル高くしても良くないので、こう軽くティーアップしてね、はい、打ちやすくします。こう打ちやすくするってすごくなんかこう良くない、簡単すぎて良くないと思う人たちもいるかもしれないんだけど、はい、今日やるべきことはこのグリップをちゃんとスイング中に気をつけて守れるか守れないかが問題なんで、はい、正しいボールを打とうとしなくても大丈夫なんで、まずはねグリップ握って、はい、それで軽くこの辺りで素振りをちょっとしてみましょう。握りづらいよ、握りづらくて大丈夫。 OK、 はい、なんか打てそうだなと思ったら打ってみても大丈夫です。10センチ、うん、肩幅 OK、 いいよいいよ OK。 でこれ今フェース見えないでしょ。見えないです。ちょっと左向いてると思うかもしれないけど、はい、これが正しいスクエアです。はいはい、これまっすぐです。ゾノ君が多分やってたのはこうしてたよ、さっきの、はい、これ開いてるの、もともとこれがまっすぐって覚えてください、はい、若干こうフェースの向きは自分が見てる感じでは左に向いてるかもしれないけど、はい、これで正しいです。いってみます。おお、捕まったね。全然違います、感触が。はい、まあ、アマチュアの、ね、人のこう犯しやすいエラーの一つとして、はい、フェースをこうやってこれがまっすぐに見えちゃう人たちが多い、うん、実際のフェースってこれぐらいがまっすぐなんですよ、はい、ゾノ君これって左向いて見えるでしょ。見えます。でもね、ちょっとこっち慎太郎のところに行ってみて、これ正面から見たらね、平行っていうんですか、あのまっすぐ見えない、これまっすぐ見えます。そうでしょ、はい、逆にこれ開いてるでしょ。開いてます。ゾノ君こうやって打ってたのよ。だからグリップはウィークグリップ、はい、あの捕まらない右に飛ぶグリップ、フェースは右向けてる、うん、はい、そうですね。もう僕はだからパッて見た瞬間に、あ、この人は意図的に右に打ちたい人なんだなっていう構えになっちゃってるってこと、はいはい、うん、だからね、ここを直すだけでこれでまっすぐです。でそれで先ほど僕が言ったグリップにしてくれれば、ある程度ボールは多分捕まると思います。いいですかね、まっすぐですか。おお、おお、音が変わった。めちゃくちゃ気持ちね、はい、音が変わった。はい、おお、いい音。おお、全然違う、感覚も違うです。なんか前なんか力ん、なんかもっとなんか力んでたイメージがあるんですけど、うん、なんかカッター悪いんですけど、そう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 、力がどんどん抜けていくような、うん、入らないでしょ。はい、力が入れれないグリップにした。あ、そうなんだ。そっか。そう。ただでも緩んでるわけではなくて、はいはい、うん、そういうところが、まあ、やっぱりこうすごいゴルフは大事っていうか、うん、かといってじゃあ距離が落ちるのって言ったら、なんかすごくいい音になって距離逆球に出てたりとか、ね、ですね、出てましたね、うん、そうです。ほう、すごい、はい、いや気持ちいいですでもゾノ君のすごいところはマジで動きすごくいいです、はい、だからまあそう、視聴者の人たちもそうなんだけど、意外とね、スイングのエラーの前の構えのエラーね、構えてアドレスね、こう構えた時のエラーでミスショットが出てる人たちが多いから、はい、まあ
今日ゾロ君にアドバイスしたのなんてボールのポジション、グリップ、ね、その程度です。まあ、あとはアライメントとかもあったけどね、うんうん、そういったところを丁寧にちょっとチェックしてもらえれば、まあ、レベルアップしますので、はい、まあ、今後ちょっとね頑張って練習してもらいたいなと思います。そうですね、ちょっと頑張ります、これで、はいはい、松山秀樹と一緒のこうバックスイング、そうです、ここの空間ですね、はい、たまんないですね励みになります。はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そもそも右に飛ぶ握り方してます。そうすると、まあ、マジでボールは右飛びます。あのね、勝手悪いがいいの。あ、音が変わった、めちゃくちゃ気持ちね、はい、全然違う、感覚も違う、力が入れれないグリップにした。おお、いい音。